ブリッジングの東北です。長崎 の、 IR 整備計画が認定になる見通しということで報じられています。知事 の、 この受け止めと、まあ、残り、まあ、唯一大阪が進めていくことになると思うんですけれども、どういうふうにこう進めていきたいか、改めて意気込みをお願いします。はい、まず長崎については聞いてませんので、ね、長崎のことだしちょっと僕は分からないけれども、実態です。ただ、まあ、大阪についてはもうすでに認可もされています。2030年において世界最高水準の IR を大阪で実証したい、実証していきます。大阪の関西の経済の大きな起爆剤にもなると思いますし、これはカジノだけではなくてカジノは厳格なルールのもとで、そして国際会議やったり展示会やったり、さまざまなエンターテインメント、世界的なエンターテインメントだったり、そういった統合的なリゾートがまさにこの IR ですので、ルールの中で大阪の経済の成長に向けた世界最高水準の IR を実現をさせていきます。2030年の目標に我々としては着実に進めていこうというふうに思います。よろしいでしょうか。